鹿児島県立種ヶ島中央高等学校は、鹿児島県熊毛郡中種町の間にある同県立の高等学校である。2008年4月に、鹿児島県立中種高等学校と、鹿児島県立南種高等学校を統合をする形で開校した。鹿児島県の公立高等学校の見直しにより、鹿児島県立中種高等学校と、 鹿児島県立南種高等学校を統合をする形で開校した。中種高校と南種高校は2010年3月に閉校した。種ヶ島中央高校開校前から中種高校に南種地区から通学者がいたこと。中種地区は南種地区より過疎化が進んでいないことから種ヶ島中央高校の校舎は 中種高校の校舎を引き続き使用する。通学手段として、単車による通学が認められており、ホンダスーパーカブが主流である。このことから、スーパーカブ発売60周年にあたる2018年には、ホンダスーパーカブの製造元である、ホンダ技研工業が、スーパーカブのユーザーである、種ヶ島中央高校の卒業生対する祝福メッセージを、卒業式の当日に、 南日本新聞長官の全面広告に掲載した。また、ありがとう、種ヶ島。と題し、種ヶ島中央高校の生徒と、本田技研工業、ロックバンドであるクリープハイプがタイアップしたミュージックビデオが制作された。略称は、種ヶ島の中では、中央、それ以外は、種ヶ島中央、または、種中と呼ばれている。なお、鹿児島県内で、 中央とつく高校は、登校以外に5校ある。ありがとうございます。